Hey guys, welcome back to Genshin Impact. Today, patch 2.1 is out, finally. So, we are going to do the story quest first. Before we go into the summoning, rest assured we are going to summon for Baal. But before that, I want to, you know, open up this new area first, because I believe Baal's like ascension materials and everything all are in this area. So there's no point summoning her right now when we can't raise her up. So I want to get all the materials ready. So let's just get ready with the story and see what happens. I'm actually very excited for the story. You know, it's going to be the conclusion. We get to see the new weekly boss, Signora. I'm actually very curious about her as well. So now we need to talk to Tepe around here. Nope, wrong direction. Oh, Kitandane! Mosug Sangonomiya Samatono Yaksok no Hida! Sorosoro Shupatsio! Junbi wa dekita kana? Mazua Watatsumijima no Gunwe ni tsurete itte agerio! Sorekara Sangonomiya Samano tokoro made iko! Moshi tochuu de funayui shitara, sugu ni boku ni itte ne! Demo kimi wa Minami Juji Sentai ni ita koto ga aru rashii kara, daijoubu da to omou kedo!よし、じゃあ出航だ。オムニプレゼンスオフザワット。ナイス。おう。レッツゴー。ウェアドゥウィーゴーアクチュアリー。オールドウェイデア、ウェアイズデア。オー、オッケー。デアスディスエリア。アー、ナイス。Alright, this might take a while, guys. Probably just gonna zoom right over there. And I'll see you guys from over there. Alright, guys, this seems like we are now at Watatsumi Island. Okay, ooh, look at that. That's really nice. Alright, we need to go all the way there. Looks like it's gonna take a while. And I'll see you guys over there.Alright guys, here we are. We are also near an electroculus somewhere over there. Let's quickly pick it up. Very nice, very nice. Alright, let's go. ここが僕たち渡住島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡住島本土の兵士によって構成されている。一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡住島で民の安全を守ってるんだ。鉄平も昔ここで訓練してたのか？うん、でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦いでは後方で雑用をしてたんだ。僕はしばらくここにいるから、何か用があったらここに来るといいよ。もし僕がいなければ書き置きでも残しておいて。それを見かけたらすぐに君を探しに行くから。ああ、しまった。もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡住島を紹介するよ。今はまず三五宮まで行こう。Alright, let's go to 三五宮。それって三五宮ココミが住んでるところだよな。行ってみようぜ。Yes, let's look at it. It's really nice. Feels like a seashell coral. Those are... Ooh, what are those? Sango Pearl. I'm guessing this is going to be Kokomi's ascension material. Unfortunately, we won't be summoning for her unless we get really lucky with Raiden's summoning. Ooh.Teleport point, guys. Sorry, I'm gonna be unlocking any teleports I see here, because I don't want to come back all the way manually. Nice. And we get 5 primal gems, also worth going and unlocking your what? And also, I guess that's actually a way to come up here. Here we are, guys. 何はともあれ
兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。はっ、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。これからは形勢も良くなっていくでしょう。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは知りませんが、本当に助かりました。ん？鉄平じゃないか。お前、渡積島に戻ってたのか。その方は？へへ、三五宮様のお客さん。僕は彼を渡積島に連れてくるためにここに来たんだ。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か？なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。これ以上私が邪魔をするわけにはいきません。今度また時間があれば私のところにお茶でも飲みにいらしてください。では三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、一体何のことでしょうか？少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡積島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。実を言うと、このことについて私は疑念を抱いているのです。ただ渡積島の資源はあまり豊かではないので、この物資は確かに渡りに船とも言えるでしょう。相手側の要求も同行したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一旦表に出るのを避けたいと思っている盟友ということにでもしておきましょう。もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。もし何か異常を見つけたらすぐに私に報告してください。三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか？何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでました。ご安心を。もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。もちろんお酒は許しませんが。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからというもの、軍隊の献立はいつも似通ったものになっていました。今後は私も後方勤務部隊と相談し、その点について改善をします。しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう少し我慢してください。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ？その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も態度が少し変だったのです。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていました。それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。メガリレーがある限り私たちは抗うことを諦めません。今一度確認させてください。渡積島と抵抗軍の現状について全てを理解してなお私たちと共に戦ってくれますか？わかりました。ではこれよりあなたを正式に渡積島特別行動隊メカジキ二番隊の隊長に任命します。メカジキ二番隊？あのメカジキの名を冠する特別行動隊のことですか？特別行動隊に加入するだけでも困難なのに一気に隊長になるなんてすごすぎます。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は、
タイを勝利へ導くことができると信じています。やったー。じゃあいつ就任式をやるんだ。メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを起こしていますので、後方の安定化を図るために特別行動隊に出向いてもらっているのです。委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。そこの浪人も一緒に片付けてくれると助かります。特別行動隊にいる者は皆渡津美島の精鋭です。少々おごり高ぶるところもあるかもしれませんが、あなたなら彼らの信頼を得られると私は信じていますよ。じゃあ僕は。サンゴの宮様、僕に何かできる作戦などはないでしょうか。僕も抵抗軍に貢献したいです。もちろんありますよ。後ほど手配します。任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ2番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。おお、気をつけていけよ。無理はしないようにな。じゃあオイラたちも出発しよう。Okay, right. Time to look for the swordfish group. But before that, I'm thinking of going up there, but I think we can do that another time. Let's see, where is the sword group? Oh, okay, they're on the way up there. Let's just go up there then. Alright guys, here we are. Before we started, I went and unlocked the statue and revealed the whole map. So just a quick show, this is the whole map, and this is where the Hydro Hypostasis is. So definitely will be fighting this boss, but for now, let's do the story and see what's going to happen. あなたが新たにメカジキ2番隊の隊長に任命された方ですね。サンゴノミヤ様からすでにお話は聞いています。軍でも以前からあなたについての噂が出回っていました。委任状の確認も終わっています。ですがまだ一つ懸念が。ん？何か問題でもあるのか。簡単に言えばあなたが従う価値のある方かどうかです。それってどういう。普段であれば直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、今はちょうど絶好の的がたくさんあります。ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を片付けられれば、私たちもあなたの実力を認めましょう。おいらたちの実力を見せてやろうぜ。Okay, we've got some monsters, so before that, let's add our favorite character, Xiao. And yeah, this is what this team we're gonna go. Clear out the monsters. They are not monsters, they're humans. Alright, let's do this. Done!なかなかやりますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、それでもすごいです。自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。こちらは義久、タイにいるベテラン兵です。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。メカジキ2番隊、いつでも準備は整っています。襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬ですね。しかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手強い相手ばかり。そうだな、渡津美島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。こんな悪い奴らに騒ぎを起こしてもらっちゃ困るぞ。Swordfish 2. Alright, and we got a artifact. Alright, let's see. Go all the way there.
let's unlock that on the way. Since it's quite a distance, I'll see you guys over there again. 浪人がいっぱいいる。これはまだ一部に過ぎません。近くにまだ拠点が2つあります。どの拠点を攻めても、他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。彼らは支援に来るか逃げるか、自由に選択できますので。それは体調に危険が及ぶ可能性が。体を分ければ体調の護衛が減ってしまいます。少々不安が。おお、オイラたちがこれくらいで傷を負うもんか。わかりました。では彼らを一網打尽にした後、またここで合流しましょう。OK、Shall do your thing. これでいいはずだ。怪我はないよな。そうだな。光徳と義久たちがどうなったか気になる。見に行ってみるか。隊長。報告。他の拠点2カ所の制圧が終わりました。これで渡辺島の後方はしばらく安泰でしょう。よかった。浪人も片付いたし、みんなからも認められた。でもこれからどうするんだ。戻ってここみに聞いてみようぜ。今回やっと鬱憤を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目障りだったんですが、危険だからと手を出さないよう光徳に止められていまして。はあ、隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止めたのもお前らのためじゃないか。ビビってただけのくせに。おいおい、喧嘩するなよ。まったく。とにかくここみに報告しよう。Okay, time to go back to the headquarters. See you guys there.Here we are. Oh, it seems like there's an electrocoolers over there. We'll go and do that later. Pick that up later. I think there's one up on the top. 就任は順調でしたか？そうは言っても、光徳たちはきっとあなたを試したのでしょう。しかし、あなたの実力であれば、そのような試練も楽々と超えられると思っていました。報告に来たということは、渡辺島にいた浪人たちをすでに追い払ったということですね。もちろん、オイラたち、あいつらを叩きのめしておいたぞ。わかりました。では今後は大久保に見張りを手配させ、彼らが再び騒ぎを起こさないようにすれば大丈夫でしょう。ご苦労様でした。これほどの手柄を立てたのです。報酬をあげなくてはなりませんね。そうですね、昇進はまだ早いので俸禄を増やしましょうか。鉄兵には任務を手配しました。幕府海軍の奇襲作戦です。彼は後方にいたくないようでしたので、彼の選択を尊重しました。ところで話は戻りますが、ある特殊な任務をあなたに任せたいと思います。特殊な任務？はい、渡辺島とタタラスナの間に魔人遺跡があります。あそこにはいくつかの島がありまして、物資輸送の中継地点にも使われるのです。しかし近頃、そこに保管された兵糧が忽然と消えてしまうことが多々起きています。ですがタイがそこへ行った時、何も危険はなかったとのことでした。この真相をあなたたちに調査していただきたいのです。これは急を要することではありません。この何日かはまず軍に慣れることを優先した方がいいでしょう。渡辺島を回ってみてもいいと思いますよ。鉄兵が戻ってきたら彼ともお話ししてあげてください。天気のいい日は海に出るのもいいでしょう。鉄兵、本当に大丈夫かな。あいつうっかり屋だからなんか心配だ。あ、そうだ、訓練営で
あいつを待とう。久しぶり。どう？メカジキ2番隊の人たちとはうまくやってる？じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えてあげよう。彼らの俸禄を増やして報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それからなんだっけ。てっぺえ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換えに友達に見せてもらったんだ。小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて、これが俗に言う机上の空論ってやつか。僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしているんだ。そう、海戦で大きな手柄を立ててね、今や僕も特別行動隊の隊長さ。それに最も新しい小隊でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。しかも僕たちの隊服も制作中だってサンゴノミヤ様から聞いたんだ。制作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。新しい隊服を着たらきっとすごくかっこいいぞ。本当にありがたいことだ。これもすべて支援があったおかげだよ。その隊服、オイラにもあるのか？もちろん、君も僕たち渡墨島軍隊の一員なんだからね。やったー！隊長、新しい作戦任務が。ああ、今行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。君も僕に軽々追い越されないよう気をつけてよ。オイラたちがお前に負けるもんか。それはどうかな。僕は今絶好調でね、手柄を立てるにはもってこいの状態なんだ。まさか鉄平が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して魔人戦争の遺跡に行ってみようぜ。Alright, nice. I think that is going to be it for today, guys. When we come back, we are going to go and investigate the ruins of this area. Looks like it's going to be a while before we can unlock this area. I'm not too sure if we can just straight away go there, but I think we'll just follow the story and progress there. And this is just a normal one-time domain. But yeah.So far nothing's happening, didn't expect much going on. I think things will get more exciting most likely in Act 4. I don't know if there's an Act 4. I think there is, but that's it for today, guys. Hope you enjoyed what you liked. If you did, do me a favor, hit the subscribe button and let me knowwhat you guys think about patch 2.1, you know? We are going to be summoning for Raiden, but not right now. Once we've unlocked more areas, then we'll do a summoning event for her. That way it's easier for us to level her up. Alright, that's going to be it for today. Hope you enjoyed it. And as always, guys, stay safe and never give up on your dreams. And I'll see you in the next one. Bye, everybody.